はい、えー。それではですね、4、えー、因子と4因子展開ということで、4、まあ、因子について解説をしていきます。まず最初、4因子展開の例から見ていきましょう。4、まあ、因子展開という名前はまだ定義していないんですけれども、まあ、これが4因子展開の例ですよという例ですね、えー。まずこれは何をしているかということですけれども、これは1列目ですね。1列目に注目しています。 この1列目に注目しているんですけども、この1列目の325ですね。線形性によって、3倍の100プラス2倍の025。あ、これは別に線形性じゃないですね。あ、ごめんなさい。010と5倍の001と。こういうふうにまあ分けてやると。そうするとこを一時結合で書いたときに、この行列式の1列目に関する線形性を使うと、 3倍の E1 たす2倍の E2 たす5倍の E3 というふうになるわけですね。これがまあ行列式の線形性のまあ1列目に関する場合ですね。で、これをですね、あの、前回にやりましたブロック分けの計算を使ってやると、この1かけるこの部分の行列式と。 で、えー、次に2倍のお、この、これなんですけども、ここ1をですね、これ入れ替えてやるとですね、このような形になります。で、もう一緒ですね、5倍の前、2回入れ替えて、これとこれ入れ替えて、これとこれ入れ替えると、この順序をそのまま保ったまま、これが先頭に来るということができますね。はい。あのー、1、4、3の人があ1、1つ上の人に、あの、交代してと言って、で、また次、またその上に一緒に交代してという、まあ、2回交代をするということですね。 マイナス1が2回かかって5倍、えっと5倍のこういう、まあ、こういうような形になります。で、えっと結果的にですね、このブロック分けの計算を使うとこういう形になりますので、これは何を意味しているかというと、この A の行列式という計算が1列目に注目して、a 1 1る、 まあ、ここですね。この、これは何かというと、1行目と1列目を除いたこの行列式ですね。で、えっと、次に、これ、マイナスがついてるんですけども、これはまあ、マイナス2倍ですね。こう、こう要するに、こ入れ替えた、1回入れ替えたことが影響してるんですけども、えーまあ、2行目と1列目を入れ、抜いた3、5、4、3をくっつけたこの行列ですね。この行列式が出てきた。 で、同じように最後は、3行目と1列目を除いて、この部分の行列式かけるプラス1。これはマイナス1の2回入れ替えてるんで、こうなってる。ということでですね、えっと、これは、A から、あの、I 行と J 列を除いた2次の行列。2次というのは、要するに1行1列分除きますから、3から1つ減って2次になるわけですけども、この2次の正方行列 AIJ っていうのを、A から I 行と J 列を除いたものとしたときに、 このような式で書くことができるというわけですね。で、えっと、3次の行列式の計算がつまり3つの二次行列式の計算に帰着されているわけですけれども、まあ、これが実はここの部分は普通に ABCD、AD-1、PCD 使ってやると、2項2項2項で合計6項になって、こう、サラスの式が、まあ、要するに出てくるわけですけれども、まあ、この形がですね、えー、要するに、まあ、見方でいうと、この3次の行列式の計算が3つの二次行列式の計算に帰着されているということですね。 はい。で、このような形で計算しているということになるわけです。3倍の 3×、ここと。2×、ここと、ここと。ただし、符号を1回かかって。で、5×、ここと。ここですね。のぞいて。まあ、このような形になっていると。はい。もう一つ例を見ていきましょう。今度は、2行目に関してですね。 え、行列式は、あの、点値を取っても一緒ということになったので、ま、行に関しても同じように線形性がありますから、行に関して線形性で見ていきます。え、同じようにしてですね、え、いくつか入れ替えをしてですね、このブロック分けの式が使えるような形にしていきます。そうすると、例えばこれは100とこうありますから、これ入れ替えてですね、1行目と2行目を入れ替えて、え、全部との117にこれを持ってくるようにするとですね、 まあ、あの、こういう感じになるですね。まあ、これ一応一行目にとりあえず持っていただけですね。そうそれぞれ全部一回ずつ交換でここまで来て、全部マイナス1がかかる。もう一回今度は、あの、1セーブに来てるヘッド今度は列交換でここも持ってきますと。つまり、まあ、あの、これ二行目という中途半端とこう真ん中の行でやったので、えっと、まあ要するに行交換と列交換両方使って、この100010001の一をですね、 隅っこに持ってくるということをする必要があるので、まあそういうことをやったんですね。で結果として、まあこのような式が出たわけですけれども、これをまとめるとこういう感じになっています。はい。で、えっと、図紙するとこんな感じですね。はい。はい。こういう感じですね。はい。もう一回行くと、 最初のマイナス12のやつはこれで、次はこれで、次はこれ,はこれと。いうことで、まあ、それぞれですね、一行、2行1列、2行2列、2行3列、を除いた、行列の行列式にちょっと符号をつけたものと、その274っていうのをかけて、足したものということになっています。ということで、こういうふうな行列式の計算式がこういう計算できましたと。 前回はまあ、もう同じような形だったわけですけれども、ということで、えー、四因子展開というものを定義します。四因子展開というのは、A の、A の正方行列 A の I 行 J 列を除いた行列、N-1 の行列ですね。これの行列式にマイナス1の I たす J。まあ、先ほど見てもらったらわかりますけれども、えっと、この、例えば A21 の場合ですね、これ2たす1が3で奇数の場合はマイナス。2えっと と、すみません、ここ間違ってますね。22ですね。22足して4の偶数の場合は、ここはプラスと。23スの場合はマイナスということになってますね。それは結局、この ij をですね、えっと、11に持っていくときに、I、i-1 回、j-1 回の行交換、列交換が発生しますので、合わせて i 足す j 2回のマイナス1の声でつくわけですねで。2乗はまあ偶数ですから落としていいので、要するにマイナス1の i 足す j 乗ということで、それを含めて、 かけたやつをデルタ ij と書いて、これを ij 要因子というふうに呼ぶわけですね。そうするとですね、先ほどの行列式のやつもこう符号を含めてですね、ここのこの符号を含めて、これとこれを合わせて、これとプラス1とこれを合わせて、いいですね、これとこれを合わせて、合わせてデルタ ij で書きますから、このような式になるわけですね。はい。同じように産業に関する展開、例えばこういう式。 で、まあ、一般にですね、列に、第 J 列に関しては、えっと、A1J、A2J という、こうやって、これが 1J のところで、こう、J 列目で注目したら、1 j かけるこことここを除いた、デルタ 1J ですね。行列式のマイナス1の1、1たす J 乗という行列式と。いう形で、えー、という形で、まあ、このようにですね、あの、上にかけると。 いうことですね。これが、まあ、列に関する展開。で、同じように行に関する展開と。いうことで、このような展開ができます。では、最後にですね、例題をやっていきましょう。で次の二次行列式を二通りの4次展開で計算せようということですね。あの、どこでもいいので、列、えー、またか行を使って、えー、展開する式を立てて、四、ま、次、あ、ですね、えー、計算をしてみてください。 はい。それではよろしいでしょうか。えっ、ー、と、行列式の4次展開はゼロの多い行列が有利であると。これ有事の理が間違ってますね。えっと、有利であると。いうことですね。基本変形でゼロを作ってやることによって、まあ、行列式の計算をより効率よく。まあ、単純にそのままやるとですね、4次の行列式の計算が 4×3 次の行列式4回分というふうになっちゃいます。これだとあまり計算量の低下は見込めないんですけれども、ここでちょっと基本変形を使ってですね、 例えば0102みたいなこういう列を作ってやると、この列に関して展開すると、え、えっと、3次の行列式の計算を2個に帰着するわけですね。だからかなり楽になりますと。ということで、今の場合ですね、第3行がちょうどそのもう基本変形する前にこの状態になっていますので、それと第4列ですね。まあこれに注目して計算しましょうということですね。 で、まず、第3行ですけども、これは、あ1番目、マイナス、えー、2倍のマイナス1の4乗ですね、これね。これは3一成分ですから、3一成分なんで、マイナス1の4乗です。で、こことここを除きますから、153230422と。で、プラス4倍のマイナス1の6乗ですね、こ、え、ね、ー。33成分ですから3、3足す3で6乗で、こことここを除きますから、713520642ということになるわけですね。 はい。ということで、これを計算しましょうと。まあ、これも0ありますから、ま、計算しやすいんですけども、ま、えもうちょっと計算、0を作って、例えばこれでこう、計算してや、3引いてやると、こういう形になって、これもさらに2次の行列式の計算に帰着しますから、だいぶ楽になります。で、同じようにしてですね、え第4列に関して展開した計算も、このようになっていきます。ということで、両方ともどちらでやっても92ということで、まあ、 これもね、基本変形にある計算方法と同様にですね、まあ、両方もちろん組み合わせてもいいわけですけれども、基本変形を使って、0の多いやつを使って、4子展開で計算するというふうなことで、まあ、新たな計算方法が出てきたんですけれども、まあ、それ以外にもちょっと応用があるんですけれども、それについてはまた次にやりたいと思います。